謝れっつってんだろ。ふざけんな。ここは関係者以外立ち入り禁止だ。そこにそう書いてあんだろうが、勝手に入り込んできたそのガキが悪いんだよ。だからって襟首掴んで放り投げていいって決まりがあるかよ。大の大人が子供いじめて喜んでんじゃねえ。んだと？港さん、なんだてめえ。申し訳ありません。この者は自分の身内です。港さん、こいつは。黙れ。身内？はい、この者の比例は自分が。の野郎、黙れと言った。こっちは忙しいんだよ。くだらねえことで騒ぎやがって。ご迷惑をおかけしました。とっとと消えろ、バケが。はい。行くぞ。大丈夫ですか？育児なし。おい、このガキ。よせ。なんだ。私は間違ってるんでしょうか。間違ってはいない。え？事情は大体飲み込んでいると思う。ガレージに忍び込んできたファンの少年をあの整備員が手荒に扱った。違うか？はい、そうです。だから私。お前が怒るのは何も不思議なことではない。弱者への暴力は最も卑劣な行為だ。お前の怒りは正しいと俺は思う。それじゃあ港さんはどうして。理由1、俺たちの目的を考えるなら騒ぎを起こすのは得策と言えない。実際あの辺りでの調査はできなくなった。はい、ごめんなさい。謝る必要はない。理由2、あのまま論争を続けた場合暴力沙汰になるのは避けられそうになかった。だから頭を下げて打ち切った。そんな、港さんならあんなの簡単に。殴り倒して頭を踏みつけてごめんなさいもうしませんと謝らせるべきだったか。はい。そうかもしれない。あるいはそれが正しいのかもしれない。だが俺は嫌だ。どうしてですか？今言ったはずだ。弱者への暴力は卑劣だと。あの男性は民間人にしか見えなかった。戦闘技術を心得た人間と争って勝つ方法をおそらく何も持たないと推測される。そんな相手に理由はどうあれ
一方的な暴力を加えるなら、俺は俺を嫌悪する。でも向こうが殴ってきたら仕方がないんじゃ。殴られるのは別にどうということもない。痛いとも思わない。害することに比べれば、害されることなど何も痛くはない。一条、調査を再開する。この先は俺に同行しろ。賭博家ですか。それは例えば競馬のように。ええ、そういうことなのでしょうね。アーマーレースの人気の高さからして莫大な利益が期待できます。確かに。しかし対立があるとのお話ですが。はい、田村を中心に一部で。なんで反対してるんだ。それこそ競馬のようにしたくないからでございましょう。海外ではともかく、この国における競馬はなかなかに紳士の遊戯とは呼びにくいものになってしまいましたから。なるほどね。そりゃそうか。楽しくレースをやってる連中にしてみれば、同じ鉄を踏むのは勘弁ってことだな。対立の構図および優劣はいかがなものでしょうか。態度は。申し上げました通り、反対派は田村中心、一方推進派の中核は消去です。圧倒的に優勢なのはこちら側。五行の輝きが強いので、対外の関係企業は目を伏せて従っています。五行？あなたの大好きな六原様。へっ、金の匂いがするとどこにでも首を突っ込みやがるな、あの山犬ども。具体的にはお弓久保を今川雷長様の幕僚との間に太いパイプがある模様でございます。大正領殿下のご子息の姿が背後に見え隠れしていては、逆らうのも覚悟がいりましょう。しかし背後に幕府がついていようと、客層の支持がなければ賭博家は難しいはず。レース愛好者たちがそのような変化に背を向けたのはそれまでのことです。そのあたりについては。だからこそこの大会なのです、金明様。ファンが待ち望んだこのヤマト GP で勝利を収めれば、人気はそのチームに集まります。あとはその人気を背景に賭博家への支持を得ていけばよろしゅうございましょう。もっともこれは反対派にも同様のことが言える理屈でございますが。なるほど。推進派の勝共、反対派の田村、いずれにとってもこの大和グランプリが天王山ということですか。田村か、調教か。おそらくはどちらかが。どちらも明日の本予選に参戦いたしますね。なら明日にはわかるってわけだ。状況の方だといいんだけどな。
ミサオちゃん、こっちもよろしく頼むよ。はい。たまらん。ミサオちゃん、こっちもだ。もっと深く加えてくれ。はい。